この学校ではクラブが多くて盛んに行われているので、クラブと勉強の両立をよく管理できれば自分が思うような高校に行くことができます。私が四条の当て学園中学校でいいと思うところはチャイムが鳴らないっていうところです。授業が始まる5分前には座って先生を待っています。社会に出たらすごい大事なことだと思うので、それが中学校で身につけれるっていうのがすごいいいと思います。勉強が分かりやすいとか、部活が楽しいとか、そういうのを聞いて入りたいと思いました。四条の当て学園中学校の先生は全員優しくて話しやすくてすごい仲がいいので、気軽に聞けて、もう勉強がすごく分かるようになって成績が伸びたりしました。